部へようこそ。急にどうしたんですか？どうして急に？いえ、とっても嬉しいです。お家で食べますから。今日は大丈夫です。ありがとうございました。楽しかったし、誘ってもらって嬉しかったです。でも私は甘えすぎですよね。何から何まで先輩に甘えっぱなしで。これからは皆さんに迷惑かけたり気を使わせたりしないように頑張りますから。考えます。生ハゲはそういう風に考えないといけないんです。さよなら。行くんだ？トイレか？だったら僕も。あ、さては3年の教室に行くつもりだな。冷たいこと言うなよ。ルーナさんに会うんだろう。私考えたんですけど、はい、そうです。ゆめちゃんを強くするためには結局は地道な訓練しかないと思います。それが一番の早道です。でもそんなことを言っていたら彼女が強くなるまで何年もかかってしまいます。そこでなるべく効率的な訓練をさせたいんです。それで思ったんですけど、彼女が桃太郎とぶつかった時にどんな戦い方をしているのか一度近くで見たいと思います。そうだったんですか。あ、すいません。私、昼には部の先輩から頼まれた用事がありまして。文化祭での招待試合の手続きのことなので。わかりました。はい、わかりました。それでは失礼します。めんね、私たちの班だけ実験失敗しちゃって、まさか爆発すると思わなくて。いいっていいって、もう気にしないで。それよりゆめちゃんすすだらけだよ。私こんなの平気平気、慣れてるから。何かありましたか？はい。はい。あ、それで中庭の監視を。そうなんですか。ということは今日は無事に。あれ見てください。ゆめちゃん、出てくるんでしょうか。私、思うんですけど、どうして他の後頭部の風紀委員は彼らを取り締まらないんですか？なるほど。そういうことですか。急いでください。はい、ゆめちゃんが桃太郎に。